ギランバレー症候群とは何なのでしょうか考えてみましょう。えー、まず、ギランバレー症候群とは、えー、急性炎症性、脱髄性、多発神経炎です、えー。筋肉を動かすなどの働きを持つ末梢神経が障害を起こすために、 えー、急に手足に力が入らなくなったり、手足が痺れたりする病気です。脳やあ脊髄などの中枢神経ではなく、えー、運動や感覚を司る末梢神経が障害される病気です。左右対称性の手足の脱力症状を生じます。えー、末梢神経の、えー、運動神経と感覚神経に障害が出る病気です。では行ってみましょう。 まず、えー、ギランバレー症候群というのはどういうのか、どう,うものなのかわからない人は、えー、絶対に食べてはいけませんが、えー、例えが難しいですが、えー、ギランバレー症候群がわからない人は、フグのちょめちょめちょめチョメを食べると、わ、えー、かりますが、これは、えー、食べてはいけませんね。これはテトロドドキシンという猛毒の神経毒で食べると確実に死にます。これが神経毒の症状です。 ギランバレー症候群はこれに近いものがあります。症状です。えー、日本の年間発症率は10万人に1人か2人の難,、えー、難病ですね。 えー、日本、そんなに数は多くないですね。日本では特定疾患に、えー、指定されていますが、えー、だんだん、えー、近年になって数が増えてきています。急に手足に力が入らなくなります。平均的な発症年齢は39歳と、えー、非常に若く、女性より男性の方がやや多いです。まあ大体同じぐらいですけど、やや多いです。1から2割は呼吸をするための筋肉まで麻痺します。 呼吸がしづらくなります。重症な場合には人工呼吸器を装着、補助換気が必要になります。手足が痺れます。えー、手袋をはめる部分や靴下を履く部分の感覚が鈍く、じっとして,していても痺れる感覚が、えー、起きます、えー。顔の筋肉は麻痺します。えー、食べ物が飲み込み、えー、にくい。これ演劇障害ですね。喋りにくくなります。3割にこの症状が出ます。声も出にくくなります。5%は死亡します。 患者のうち2から5%の確率で再発の可能性があります。ものが二重に見えます。1割の方に見られる症状です。発症してから2から4週間ぐらいに一番症状が重い山が来ますね。その後は徐々に改善。手足に力が入らないという軽度のものから全身の筋肉が動かず寝たきり、呼吸さえもできなくなるという重度のものまであります。 通常は、ええ随の部分が絶縁体となって電気信号が漏れることなく迅速に伝わりますが、損傷があることで電気信号は遅延したり遮断されるために運動障害が起こります。末梢神経の炎症、末梢神経に炎症が生じると、随鞘と呼ばれる神経繊維を取り囲む鞘みたいなものですね、取り囲む組織が破壊され、随鞘が えー、破壊されることを脱髄と言います、えー、脈が乱れたり血圧が不安定になりますそれ、えー、から排尿障害も起こります、えー、発症の初期に、えー、足ですね足とかす、えーえー、背中の部分とかにですね全、えー、部、えー、腰の部分などに、まあこまあ、後ろのあたりですね激痛が起こったり 骨、えー、神経血のような痛みが生じます、はいえー。一般的な治療法はどういうものでしょうか。えー、免疫グロブリン大量常駐療法ですね。人の血液から生成した免疫グロブリンという免疫反応の主,主成分を5日間連続で点滴する治療法です。こういうのがあります。えー、副腎質ステロイド単独での治療は、飲み薬も点滴も有効ではない。 え、となっています。え、血症交換療法は、血液中の血晶を分離する治療法ですね。6から12ヶ月のうちにほぼ完全にこの病気は良くなります。何らかの後遺症が残る人が2割程度。毎日リハビリを続けていれば必ず体は動き始めます。時間がかかった、かかっても少しずつ良くなる病気で、少し長い期間になりますが、リハビリテーションを続けていれば、感知も可能です。 では、えー、様々な、ケースを見てみましょう。中村うさぎさんのギランバレー症候群のケースは、スティフ・フ・パーソン症候群という、えー、ギランバレーではないという、え症、ー、状の、えー、名前がつきましたが、実際はどうだったかというと、 えー、巷ではボトックスというシワ取りの、えー、整形の副作用ではないかと言われていました。医者が出した診断と世間の噂と違いますね。実際はどうなのかというと、ボトックス注射、えー、骨格禁止管剤ですね、A 型ボツリヌス、えー、毒素注射用ですね。医療医薬店舗文書に、ね、これだけ横に、えー え、副作用が書ききれないので、こういうふうに小さく書いてますが、え、実際はどうかというと、A 型ボツネス毒素製剤によるギランバレーの症候群の、え、発症事例が、えー、えー 報告されています。えー、実際、この薬で起こるということですね。えー、発症は少ないですが、少数、えー、報告されています。だから実際、えー、中村兎さんのーケースは間違いなくギランバレーだったんでしょうね。えー、ボツリヌス、えー、毒素によるギランバレーということですね。次行ってみましょう。 小原玲子さんのギランバレー症候群のケースはどうだったか。えー、1975年にギランバレー症候群を発症して47歳の時に,に乳がん手術。えー、1999年に左目の二重二重まぶたの整形手術に失敗してまぶたが腫れ上がって主演が決まっていた映画を交番、えー、再手術をして可能な限り元に戻したが自宅に引きこもるようになりました。同年11月にギランバレー症候群が再発し、芸能活動を休止。2008年に、えー、1月には 足元がふれついて自宅で点と、手首の骨折と、膝の打撲という,う、えー、重症って、そのまま帰らぬ人になります、えー。考えられる原因は手術ですね。手,手術がギランバレーのー原因としてあります。次行ってみましょう。 イギリスの10代の女性、学生のケースはどういうものだったかというと、ピアスに穴を開けました。ピアスの穴を開けました。開けた穴が、あの、シアンの薬を塗って、EB ウイルスに感染したのではないかと言われてますが、首にしこり、病院で抗生物質を処方。考えられる原因は、ピアスの金属、シアンの薬、抗生物質、EB ウイルスなどですね。 皆さんのギランバレー症候群のケース。これ2005年に肝臓病で入院1、時復帰はしたものの2006年にギランバレー症候群を発症。えー、これは原因に、A、は肝炎治療に使われるインターフェロン製造ですね。これはインターフェロンが起こすことはもうわかっています。副作用の中にあります。ギランバレー症候群の原因はインターフェロンですね。えー、一般的に言われているウイルス最近のケースですが、 えーえー、右側に書いてるこういう、えー、感染症カンピロバクタとかいろんな菌がありますが、えー、1859年より前にこの病気が発見されていないということを考えると、ウイルス、細菌、えー、などは、HIV などの新型のウイルス以外は昔からいたので、これが原因ということは考えづらいですね。昔からこの病気が、もし、えー えー、あれば別ですけど、えー、1859年前にはありませんので、えー、まず、えー、何て言うんですかね、昔からいるウイルスや細菌はないということですね。えー、左側に、えー、ギランバレーを発見した人の話が書いてます。これ読んどいてくださいね。1859年にフランスの医師が、えー、が発見しているということですね。1916年、フランス人の、おー医師の二人の名前を取ってギランバレーとなったということですね。 これよりり前はありませんからね、えー、これだけ重篤な症状の病気だったら誰かが発見してるはずですね。医学者はそんなにバカではないですからね。1859年の前の医学者はバカではないので、えー、そこの学者が見つけてないということはないということですね。 えー、イランバレを起こすケースは医薬品であります。えー、肝炎治療に、えー、使われるインターフェロンや関節リウマチなどに使われるペニシラミン、感染症に使われる入気、入気農論経営の抗菌薬、h i v のあ感染症に使用される抗ウイルス薬、えー、抗がん剤などですね、えー、ガングリオシド、禁制剤、抗リウマチ剤、ダナゾール、 テストステロン誘導体、ジメリリ,リンですね。これは SSRI ですが、ギランバレーが報告あって発売が中止になりました。その他、外科手術、妊娠、ほか、それから全身性疾患、ホジキンリンパ腫、がんですね。悪性腫瘍。<笑><笑>えー、これはが、えー、抗がん剤の、えー、ビンクリスチンが原因ですね。これもわかってますね。抗がん剤です。 それから SLA ですね、それから破傷風、トキソイド、マムシ、抗毒素摂取などですね、さまざまなものが医薬品でこの病気を引き起こすということですね。 のケースですね、防腐剤として水銀が使用されています、えー。こういう金属は神経毒です。アジマントアルミニウム化合物です、えー。チメロサールは水銀化合物です。こういうものが以下の下の、えー、ワクチンほとんどに入っています。過去にギランバレー症候群にかかったことがある人が原因、えー、薬品としてあるワクチンを接種した場合にはギランバレー症候群の発症率が 高まります、えー。有名な話ですが、米国では1976年に、豚インフルエンザが発症したときに製薬会社などの圧力を受け、で、米国政府が、米国民4000万人にワクチンを接種しました。このワクチンは、ギランバレー症候群という末消神経障害の副作用を起こして、全米で500人がこの副作用に苦しみ、数十人が死亡する結果になりました。 次の続きです。以下こういうものがギランバレーを起こします。はい。神経毒として働く医薬品、金属化合物。 えー、それから、添加物ですね。医薬品に添加されている金属系添加物などが原因ですね。まず、症状が神経毒にやられた症状ですね。えー、フグの毒と一緒ですね。ピアス、これ金属ですね。ワクチン、添加物にアジバントやアルミニウム化合物、えー、チメロサール、水銀化合物が入っています。金属ですね。交流ウマ薬の中の、金、チオリン、えー、5、3、えー、ナトリウムは、これは金化合物です。金属ですね。 神経毒になります、えー、最後に結論ですがギランバレー症候群は遺源性の病気です。えー、医薬品そのものもしくは添加されている水銀などの金属類が原因ですね。えー、WHO はチメロサールを可能な限り、えー、水銀ですね、減量し、医薬品の中のやつを減量し、将来的には代替となる、えー、保存 剤ですね。保存。これは保存のために使われてますからね。保存剤を開発して、これを完全に取り除くことを各国に向けて勧告しています。えー、医薬品、ワクチン、えー、そのものも危ないですが、医薬品、ワクチンの添加物にも注意しましょう。えー、添加物は食品だけではありません、えー。病気を引き起こすものもあります。今日は、ギランバレー症候群の、というものは何なのか、死の原因について考えてみました。 ありがとうございました。